で NHK で死ぬほど暴れてで出禁になる。出禁なんですか。出禁になった。それ以外の例えば同じミュージシャン同士とかじゃなく違うとこと揉めてこんな大変だったとかっていう話とかあったりするんですか。これ多分ピー入りすぎて分かんないと思うんだけど、はい、お前俺に説教すんのかっつって、うん、ってなって、はい、はあ死んだなキレたりしたせいですごい損したとかそういうことってあります？自分がキレちゃったせいで。キレたせいで？はい。ないけど、まあガーシーにボロカス言われるぐらい。あれで今まで事務所はそれで何回変わって今になってるんでしたっけ？一番最初ソロで立ち上げて、でその夏に割って、で次に立ち上げた事務所もやっぱり社長がおかしくなって、へー、でその社長が脱税やらかして、あ、なんかマルサ入ったとかってやつですか。そうそうそう、はい、あれどんなだったんですか。違う違う、その前に別の事務所があって、でそこからさらにもう一回個人事務所を作った時の社長が、その芸能事務所の社長の方が脱税やらかして、それでガクトが脱税したって言われてみたいな。あ、でも僕はその当時もうあいつはダメだっていう話をしたんだけどね。もう僕とまともにも向き合わないし、うん、1年間僕会ってなかったんだよ。あ、そうなんですか。うん、怖がって、向こうが、うん、使っちゃってるから、まあいろいろ責められるのが怖かったんじゃない、うん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 、だからもうダメだっていう話をしててその事務所と契約を切ったその月に入ったんだよ、マルサ。ほうほうほう。契約を切ったってことはフリーになったってことですか。フリーっていうか次の事務所を立ち上げて、自分たちで立ち上げて契約を切って、契約を解除して、で自分たちが次の事務所を立ち上げるったその月に入ったんだよ。で学徒脱税って言われるようになって、うんうん、いやちょっと勘弁してくれよってっていう話。で結局どうなったんですか、その事件は。向こう捕まったよね。捕まったんですか。うん、でもそれって会社のお金を使い込んでた。そうだから結局僕はその会社から10億まではいかないけどね、うん、もらってないね。あ、未払いのがあるまま会社が潰れちゃったんだ。そう、っていうか僕に対する払いを使ってたんだろうね、はい、じゃあもう横領して、もう騙されたみたいなもんですよね。まあ横領だよね。どんな気分なんですか、そういう時って。気分というかやっぱりやらかすなって思った時にそのタイミングで切るっていう判断を僕はしてたんだけど、僕の周りが止めてきたん、全員。もう少し様子見せてやってほしい、もう少し様子見てやってほしいっつって、うんうん、それを最終的に半年伸ばして、半年で結果、まあ、切ったんだよね。だからその時に思ったのは違うなって、あの時に周りが様子見ろとか、その、うん、このタイミングではダメだとかいろんなこと言ってたけど、やっぱり判断は早く行動を伴わないと、うん、損失がものすごく大きくなるって、まあ、結果がそれが何億っていう話だったんですよ。いや、っていうかお金はいい、お金はいいけど、結果彼に入った丸さが世の中では僕に入ったことになってるじゃん。まあそうですよね、うん、だって学徒脱税の方が記事売れるから。そうそうですね。だって新聞にも学徒の社長脱税って書いてあって、もうね、新聞の見出し学徒脱税にしか見えないわけじゃん。僕がその週刊誌を出してるハーモントの社長だったとしても、多分そうやって中吊り広告出すと思います。売るためって考えるとね。っていうかさ、世の中ってさ、はい、すごい思うんだけど、みんなモラルとかうんぬんかんぬん言うけど、はい、モラルなんかないよね。で出版して表現の自由とか言ってるけど、はい、モラルがあるような表現の自由なんかないよね。みんなやりたい放題じゃん。そうですね、今そうですよね。今というか昔からそうだよ。うん、売れればいいみたいなところあるよね。そのくせ、うん、例えばビジネスあのやり方はダメだとか、金儲けに走ってるとか言うじゃん、はい、すげえなと思うんだよね。よく自分のこと棚に上げて、はい、そんだけ野面で言えるんだなって思うこと多い。で僕はお金は
確かに損失としては大きいけども、はい、それは稼げばいい、はい、稼げるから、うんうんうん、だけどいわゆる信頼とか信用とかって、うんうん、それをそいつに壊されたのが何よりの損失だなっていうのは思ってる。ガクト脱税みたいなのが世にわーっとニュースで出て、うん、でガクトさん的にまあ実際本人がしたわけじゃないからその刑事的な怖さはないじゃないですか、刑事罰的な、うん、でも評判だったりとかそういったものによってその気づいてる、まあ、そもそもダークなブラックなドス黒いイメージはあるじゃないですか。あるんだろうねでそこに脱税っていうのがさらに言われると学生的にどういう損害があるんですか。なんていうのかな、別にさ人がどう思うかは構わないんだけど、例えば進んでたプロジェクトが止まったりとかね、CM が飛んだりとか、そうそう、はいはい、なんかそういうのってさうちの社員に迷惑かけるじゃん。だから別に僕自身は何と思われてもいいし、うんうん、別に僕が思われたからといって僕の人生が変わるわけではないというか生き方が変わるわけじゃないからいいんだけど、その関わって仕事をしている人たちはマジかって思ったりするよね。そこの部分があるからそういうことをやめてほしいって思うよね。そこは大きな損失だなとか。事務所の人たちはその仕事を取るために1年間頑張ってるわけですもんね。そう、みんな僕がやってるわけじゃないし、やったわけじゃないのにこんな風に言われてっていう悔しさも苦しみもあるわけじゃん、はい、そうですよね。で一番腹立たしいのは僕じゃん、うん、だけど腹立たしいからといって僕がじゃあ怒って事務所の人間に俺が一番怒ってんだよって言ったから何か変わるかって変わんないよね。そうですね、うんうんうん、だからめっちゃやるせなくないですか、その自分じゃないところの一部の人たち、まあその週刊誌側もそうですけどその社長もそうですけど、そういうののせいでそういう大変な目にあって、まあ損失もね未払いもあるしだけじゃなく、そういう変なイメージをつけられたりとかって、なんでそんな目に遭わなきゃいけないんだって。でもね、まあ、やるせないかやるせなくないかってやるせないよそりゃ、はい、しんどいし勘弁してくれよとは思うけど、でもいつも思うのは人って生まれてきていろんな壁が存在すると思うんだけど、その壁って乗り越えられない壁なのかって僕は違うと思うんだよね、うんうん、乗り越えるためにそいつを強くするためにその壁を、まあ、運命っていうのがあるんだとしたら、ある人と話をした時に、うん、あ結構僕の考え方と似てるなと思ったことがあったんだけど、はい、前世今世みたいなの、来世みたいなのがあるとしたら、うん、前世でできなかったことに対して今世でそれをその償うためにいろんな試練みたいなものを今のこの僕に課されてるんじゃないのかみたいな。じゃあ前世相当ひどかったんですね、うん、どうなんだろう楽しまくったかもしれないですね。なるほどな、そんなでも綺麗に割り切って俺思えるかな。いやいやいや、一回だったら思えない。なるほど、何回やってると思う。そうですよ、ね、これ何回も何回もあるわけ、はい、こんなことめちゃくちゃある。揉め事めちゃくちゃある。で落ち込みそうな時も死ぬほどある。だけどその時にいちいち落ち込んでたら生きてらんない。あ、笑うしかない。なるほど。最初は僕もやっぱりショックで落ち込んだよ。だけど次にまた来る時においおいおい、またかよって思うじゃん、はい、その時に以前自分が落ち込んでた期間とか分かるわけじゃん、はい、この期間が今度また無駄になるみたいなふうに思うじゃん、はいはい、もったいないって。あー、なるほど、落ち込んでる間がここの期間が無駄だったのがまたここでこの期間無駄になるのかと思うともったいないじゃん、はい、できることいっぱいあるわけじゃん、はい、だったらできることやろう。悲しんでても苦しんでても逆に笑ってても、はい、物事は何も好転しない、うん、だったら笑ってた方がいいじゃん、うん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 、じゃあ笑い話にするにはどうしたらいいんだろうって、うん、笑い話にするにはもっと頑張って、うんうん、もっと結果出して振り返った時にあんなことあったんだよねって笑えるぐらいの自分になろうって、うん、そう思えたから笑ってんだろうね。なるほどなるほど。だから最初からもちろんそんな、ね、割り切れるかなみたいなこと言ってたけど、はい、最初じゃないから。一番初めそういう経験がなくて一番初めにドーンと落ちたのってどういう事件だったんですか。
そういう週刊誌に出た的な感じでもいいですけど。人生で、うん、でもね、小さい頃からさ、小さい頃すっごいネガティブだったからね、はい、なんで俺だけこんな体弱いんだよとか、うん、なんで他のやつとこんなに違うんだよとかね、うんうん、そんな風に思ってたこといっぱいあったんだよ、はいはいはい、だけど19の時にある人と出会って、その人に生き方を教えてもらって、まあ、思考は人間の人生を決める、うんうん、まあ、思考が人生を決めているっていうことが、うん、その人の教えの中で学んだ時にで変わったんだよね、うん、それがきっかけ で、 でそこから、まあ、いろんな嫌なことや苦しいことがあっても、いかに自分の思考を常に前に向かせるかっていうことが、うん、とにかく自分の中で大切で、もちろん落ちることは何回もある、それ以降、うん、バンドをやってる時にもいっぱいトラブルはあったし、バンドを辞めた時もトラブルあったし、ソロになってからもトラブルいっぱいあるし、もうトラブルの数なんて本当に計り知れないぐらいあるそれさっき言ったその挫折っていう意味で言うと本当にいっぱいある、うん、だけど挫折したからダメなのかっていう話さ、うん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 、いいじゃん挫折したって、うん、人間だもん。おお、でも大切なのはさ、挫折したからダメなんじゃなくて、挫折してそのまま立ち止まってうずくまって動けなくなることがダメなんじゃないの。僕だって挫折する、だけど挫折して一回膝ついて、最初はね、くさーってなって、よし行けるとこまで走ろうみたいな、うんうんうん、止まるのはとにかくやらない、うん、そのうち挫折しそうになって膝つきそうになると、おっとっとっとみたいな感じで立ち上がって、膝つくのはまだ早いみたいな、うん、でそのうち挫折しても膝が折れなくなって、うん、いやいやいやって、こんなもんじゃ効かねえぞって、うん、ってなる。でそれを超えてきたら、なんか大きなことがあって挫折、本来だったら思想の時でも笑って、なんだその程度なんだ、うんうん、今までの人生のいろんなことに比べたら大したことないよ。まあ振り返れば笑い話って僕よく言うんだけどさ、うんうん、振り返れば笑い話っていうのは、笑い話にするために自分がどうその後に行動するかだと思うんだよね、うんうんうん、なんかそのここまでに出てない話で他になんかこういう挫折があったみたいなのって、なんかどういうのがありますか。なんかだいぶ僕ガクさんの挫折話が好物みたいですげえなんかムカつくいやお話を伺いたいっていうことですよなんでその挫折の話なんか聞いてどうすんの、まあ、今回ガクと敗戦記をテーマにしたいんでこれはきつかったなみたいな、はあ、いっぱいあるけどね。本当に会社の人間から横領されたことが何回あるかって話だよね。あ、その丸さんの時の1回じゃないですね。違う違う、いっぱいあるよ。うん、まあ金額は違うけどね、それぞれね。何やってんだよお前って。もちろんすっごい信用してるわけじゃん、はい、だけどそのすっごい信用してるやつがさ、この程度の金で何やってんだよって。やっぱそれは事務所絡みってことですかね、に限らず。まあ事務所に限らず、いろんな会社があるから僕は、うんうん、まあ、いろんな会社で起きる、よく似たようなこと起きるし、うん、人間ってやっぱり金が入るとみんな変わる。うん、金持ってる人のところに金が入るのと、持ってない人のところに金がドーンと入るのでは全然意味が違う。うん、だからお金って徐々に徐々に積み重ねてレベルアップをしていって、自分がこんだけやってるからこんだけもらえるっていう確証があってもらえてるのは、うんうん、人って壊れないんだけど、うんうん、自分がやったことに対して予想以上の金額が入ってくると壊れる。なんかよくアメリカで宝くじ当たった人の何割がすごい破産したりとか不幸な目にあったりとかっていう話聞きますもんね、うん、だから会社経営やっててもそうだよね。本当に苦労して苦労してやって、売り上げが上がって苦労して売上上がってって、ちょっとずつ積み上げてここまで来たっていう人たちっておかしくなってないもん。うだけど何かいきなり始めた事業がドーンとうまくいって、予想以上にまあ利益が上がった人たち、そういう人たちっておかしいもんね。うん、お金の使い方も感覚も、うん、別にそれがダメだとは言わないけど、自分のことを本当に神だと思ってる人もいるし、うんうんうん、
そこまで自分に陶酔できることはすごいことだとは思うけども、うん、見失ってるものも多いよなって思うことはある、うんうん、だからやっぱり人ってそのやったことに対する自分はこれぐらいの利益が確実に出せるっていうのの積み重ねで少しずつ階段を上がっていく、いわゆるステップアップっていう状態の時は人っておかしくなる率はすごい少ないと思うんだけど、いわゆるジャンプアップって呼ばれるもの、はいはい、ドーンとここまでいきなり行ってしまった人たちっておかしくなる人多いね。うーん、まあ、瞬間的に来たからそれが継続的に入るわけじゃないですもんね、その後もね、うん、じゃあ結構お金の面とかでのトラブル、まあ、横領されるっていうのはもう結構定期的というかもう何度も何度もあったんですね。めちゃくちゃ多いかって言われたらそうではないのかもしれないけど、まああるね。うーん、それぞれの時代にそれぞれ毎回ある、うん、それで一回事務所を清算したりとか、うんうん、やめようとか、うんうん、これダメだとかね、うんうんうん、このままじゃみんなおかしくなる、やめようみたいな、はいはい、うん、ああそういう判断もあってこうフェーズが変わっていったんですね。そう、うん、でやっぱりその時にやっぱりそういう練習って言うんだよね、一緒に働いてる練習はどうなるんですかみたいな、うんうんうん、違うだろうって、その原因作ってるのお前だぜって、うんうんうん、そもそもお前がその言葉出すのおかしくないかって、うん、何回も警告して結局ここまでやってしまったのはお前の責任だろっていう、うんうん、見失ってるお前が自分を取り戻してから言ったらどうだっていう、うん、だから一回リセットする、うんうん、定期的に。なるほどな。勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である。すべての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースヴィレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.